い、皆さん、はじめましての人ははじめまして、もう私のことを知ってくれてる人はコンポよ、業務社畜系 VTuber の無駄うつろと申します。今回は私のことを知ってもらうための自己紹介シリーズ第3弾ということで、私の今までの VTuber 史というかですね、歴史のようなものを振り返っていきたいなと思います。まず2019年5月14日、友人の誘いでノリで VTuber を始めました。2人組は伸びると言われたため、2人組でノリでデビューしました。立ち絵のみでライブ 2D モデルがなかったこともあり、全くモチベが上がらず、1ヶ月足らずでほぼ更新がなくなってしまいました。そこから1年後の2020年5月、デビュー時仲が良かった VTuber の収益化を祝うために Twitter に浮上したところ、コロナでちょうど暇だったのもあり、自分ももう一回やってみるかと思い再デビューを果たしました。その後、デビュー当時の友人に誘ってもらってコラボをしたり、週一の定期配信をしたりで細々と活動を続けていきました。だんだん楽しくなってきて活動も増えていきました。1年後の2021年5月、ついに収益化を達成しました。ライブ 2D モデリングも触り始めて、2021年だけで3回モデルを作り直すことがありました。立ち絵もモデリングもどっちもですね。2021年の10月、ビリビリを始めました。このあたりから配信頻度がおかしくなっていきました。2022年1月、相方の引退によりソロ活動が始まりました。その後もモデルをアップデートしつつ、なんやかんやあって今 VTuber5 年目になっております。ということで、どうでしたでしょうか、私のね、今までの VTuber の歴史をざざっと紹介してみました。皆さん、ぜひぜひなんか思ったこととかコメントに書いてください。ということで、もしよかったらまた配信も遊びに来てください。それではバイバーイ。